ネパール人民解放軍は、ネパール共産党、毛沢党主義派の軍事組織。ネパール政府に対して反乱を起こしていた。2012年11月25日に、ネパール国軍に統合された。越平式における人民解放軍1996年、ゴルカ、ロルパ、ルクム、シンドリの4軍で武装放棄し、ネパール国軍や、 武装警察と10年間にわたる人民戦争を戦った。農村部を中心に国土のかなりの部分を実行支配し、支配地域に人民政府を組織した。外国からの援助はなく、武器や資金は警察や政府軍、銀行を襲うなどして調達した。約2万人の兵力があると言われていたが、2009年5月5日に暴露されたビデオの中で、 マオイストのプラチャンダ議長は、実際は7000人から8000人だと話している。軍大会にて演説する。プラチャンダ2001年8月、正式に軍隊として発足。プラチャンダ最高司令官の下で4人の、副司令官プラバカール、バルデブ、パサン、アナンタラが実戦を指揮した。実戦を積み重ねる中で、師団、旅団、大隊招待、 分隊といった組織が次第に整備された。2003年には2個、師団、7旅団、19大隊が編成され、2005年には7個師団に増強されていた。2006年11月、政府とマオイストの間で、包括的和平協定が調印された。包括和平協定が成立した日に、マオイストの武装勢力である人民解放軍の7師団は、 全国28カ所に散らばった宿営地の建設予定地に集結した。マオイストの戦闘員はこの日から宿営地の建設を開始した。一つの師団は本部連隊を含む4つの連隊からなり、一つの連隊が一つの宿営地に滞在した。人民解放軍の武器はそれぞれの本部連隊の宿営地にある武器庫にしまわれ、これを 国連ネパール支援団が監視した。2007年2月18日、運民は、マオイストの武装解除のための武器、兵力の登録作業の完了を報告。6月に入ると、国連ネパール支援団が、全国の宿営地で登録された約3万人の、戦闘員の認証検査を開始し、1万9,602人が、人民解放軍の戦闘員として認証された。 これらの戦闘員を国軍であるネパール軍に統合する作業がネパールの和平プロセスの最重要課題となった。マオイストとナナ政党は包括和平協定で人民解放軍の戦闘員をネパール国軍に統合させることで基本的に合意していた。しかし、マオイストと他党が軍統合の問題を政権構想に利用したこと、マオイスト自身が 武装勢力の温存を試みたこと、統合の仕方に関して、マオイストと他の勢力の間で意見の食い違いがあったことなどの理由で、軍統合の作業はなかなか進まなかった。包括和平協定を含む、関連の協定や合意、暫定憲法の中で、人民解放軍の統合、リハビリの詳細について明記されなかったことも、合意を遅らせる原因となった。 マオイストは当初から宿営地にいる戦闘員全員を舞台ごとネパール国軍に統合させるべきと主張した。一方、ネパール国軍の幹部や他党リーダーの中にはマオイストをネパール軍に統合することにあからさまな反発を示す人もいた。ネパール首相が率いる政府で国防大臣を務めた統一共産党の女性副議長のビディア・バンダリは 国防大臣に就任した直後に政治的に洗脳されたマオイストを国軍に入れるわけにはいかない。彼らは党に戻るべきと話して物議を醸し出した。2008年8月、プラチャンダ議長が首相に就任し人民解放軍最高司令官を辞任。人民解放軍最高責任者に全副司令官、パサンが就任した。マオイストは ネパール国軍との統合を国軍に要求していたが、国軍制服組トップのルークマングドカとある陸軍参謀総長は、軍の政治的中立性が保てなくなるとして、これに公然と反対していた。また、マオイストをネパール国軍に統合するとは、どの合意書にも書かれていない。資格を満たす人だけが、治安部隊に合併されると記されていると、指摘しただけでなく、 戦闘員の将来に関して、店を開くか、食器を洗うか、マレーシアに出稼ぎに行くかは、個人の自由だと、彼らを下げ済むような発言さえした。ついに2009年5月3日、プラチャンダが、カトワルを陸軍参謀総長から解任。これに対し連立与党、野党、国軍が、一斉に反発し、ラームバラン・ヤーダブ大統領が解任を取り消し首相を、 避難するという事態に立ち至り、翌5月4日、プラチャンダが首相を辞任。人民解放軍の取り扱いをめぐる対立がきっかけとなり、連立政権崩壊という事態となった。マオイストはゲアし、後継のマーダブクマールネパール政権は、統合に消極的であった。2011年8月28日に、 首相選挙により選出されたマオイストのバッタライ首相は和平と憲法制定に向けた最後の機会の到来を強調し政府の重点施策は和平工程を完了させることであるとした9月1日その手始めとして人民解放軍の基地の武器庫の鍵を軍統合特別委員会に引き渡したまたマオイストが 武装闘争期に接収した土地や財産を元の所有者に返還する要投支部に指示した。こうした首相のリーダーシップは実際の履行の程度は別にして対立する政党勢力との信頼関係の醸成に貢献した。そのため10月にはマオイストとネパール会議派は 人民解放軍のネパール国軍への統合方式と社会復帰希望者対策に関する協議を重ね合意案策定のためのタスクフォースの設置に至った10月31日に最後の調整を経て包括和平協定の成立から5年経った2011年11月1日に和平協定に突破口を開く歴史的な7項目合意にマオイスト、ネパール会議派 統一共産党、マデシ人権フォーラムの4党が署名した。この2011年11月の7項目合意の軍統合に関する合意項目は以下の通りである。最も注目されるのは軍の統合方式で合意に達したことである。人民解放軍出身兵は最大6500人がネパール国軍に採用されることになった。採用基準は 国軍規定による。採用決定者の格付けは採用する組織の基準による。新司令部を設け、人民解放軍業はそのうちの35%以内、残る65%は、ネパール国軍からの配置替えとする。開発関連事業、森林保護活動、産業施設警備、危機管理を任務とし、ネパール国軍武装部隊の一部とはしない。 その他の人民解放軍病は、社会復帰し一般生活に戻る。自主退職するか、または、社会復帰訓練を受ける。社会復帰に要する一時金として一人当たり50万から80万、ルピーが支給される。統合事業の開始とともに、人民解放軍の武器は、政府の管理下に置かれる。人民解放軍病の移行調査による、 グループ分けの期限を2011年11月23日とした。2011年11月の7項目合意は内容に目新しさはないが主要3政党が2008年5月の憲法制定議会の設置以来堅くなナに妥協を拒んできた主要政党が初めて合意に達したものであり国民が長く待ち望んでいたものに他ならない。マオイスト内には バイディア副議長が率いる強硬派を中心に、この合意が、党の方針はもとより、国民と国家に反するものと批判する勢力が存在した。しかし、同党が政権脱会後にこうした妥協に及んだ背景として、従来人民解放軍に依存してきた、権力基盤の重心が選挙で選ばれた議員と、議会、労働組合、青年組織へ移ったことや、2006年の 包括的和平協定の締結からすでに5年以上の年月が経過し、人民解放軍病の間に将来不安が広がり、早期解決を求める声を無視できなくなっていたことが挙げられる。この合意の後、人民解放軍の戦闘員をネパール国軍に統合される人と自発的に引退する人とに分類する作業が始まった。宿営地での滞在が長期化したことから、 この頃になると宿営地を離れた戦闘員もおり、第1段階の分類作業では約1万7000人の戦闘員が分類作業に参加した。2011年11月の希望調査の結果に基づいて2012年2月3日から退職希望者を人民解放軍の兵舘基地から退去させる作業が開始された。 退職者に支払われる一時金は一人当たり50から80万ルピーで、一回目の小切手による支払い作業は2月11日までに完了した。アイクは2月29日に人民解放軍の13兵坦基地の撤収を決定した。3月12日までに撤収作業は完了し、13兵坦基地から退去した人民解放軍病は、 他の15平坦基地に移動した。この時点の人民解放軍病の合計は9711人で、そのうち9705人がネパール国軍統合希望であり、マオイストは6500人の枠に対して9705人全員の統合を要求していた。統合については、人数、手続き、ネパール国軍における格付けと、階級ごとのポストの数、 統合の形式など多くの事項を詰める必要があった。統合問題はアイクが実施責任を負っていたものの、統合に関する重要事項はすべて、マオイストとネパール国民会議派、統一共産党、マデシ人権フォーラムの主要4党の最高首脳による交渉に基づいて決定されるため、その進捗は、父とし、軍統合の作業は再び遅れることになった。 2月12日に、グルン参謀長は、バッタライ首相に対して、統合兵の訓練期間を9から20ヶ月から5から7ヶ月に短縮し、かつ人民解放軍病には、順庄の階級まで認める内容を提案した。しかし、後者について野党は譲歩しすぎであると反発を強めた。その後、3月30日、マオイストと、 国民会議派との協議に基づき、アイクは人民解放軍兵舘基地をネパール国軍の管理下に置くことと人民解放軍病の最高調査を行うことを決定した。決定の背景には大半の師団の宿営地で統合される戦闘員の選抜の仕方や宿営地の資金の問題をめぐって不満を持った戦闘員が人民解放軍の指揮官に抗議を始め、 暴動にまで発展する可能性が出てきたためである。4月5日、アイクが準備した行動計画が閣議承認され、人民解放軍病、武器、15兵団基地をネパール国軍管理下に置く手続きが進められ、4月10日、夜、バッタライ首相が率いるアイクとマオイストのプラチャンダ、議長は、急遽すべての宿営地にネパール国軍の部隊を動員して、 人民解放軍の武器と宿営地をネパール国軍の監視下に置いた。これにより人民解放軍は実質的に武装解除をして組織的にも解体されたことになる。そして翌日の4月11日までに人民解放軍兵站基地をネパール国軍の管理下に置く作業が完了した。また9705人の国軍統合希望者に 対する最高調査は4月8から19日に実施され、その結果、マオイストが退職を進めたこともあり、退職希望者は6576人となり、統合希望者は3129人まで減少した。その後、憲法制会議解散の影響により、人民解放軍とネパール国軍の統合作業は約2ヶ月間休止状態が続いた。 2012年6月25日、アイクが設置した国軍統合兵選考委員会で人民解放軍病の年齢及び学歴確認については、運民の調査記録ではなく、新しく政府が発行した身分証によることをマオイストが要求した。また、人民解放軍病の統合作業が名誉ある統合ではなく、ネパール国軍の通常採用手続きと同様であった。 ため、統合希望者の反発を買った。そのため、二度目の分類作業では、侮辱的な軍統合と感じたものや学歴などの問題で基準を満たしていない大勢の戦闘員が自発的引退を選び、統合希望者の数は当初の予測よりも激減した。アイクは、国軍統合希望者3123人に対して、9月6日から7日にかけて、 人民解放軍兵舘基地で資格審査を行った。元人民解放軍病の年齢確認は政府発行の身分証明書に記載の青年月日に基づくことになった。国軍統合希望者に対する筆記試験を呼び健康診断の合格者に対してネパール国軍は合格者リストと休暇取得者の一覧表を公表した。1月末の時点で 国軍統合試験合格者はわずか1460人であった。自主退職希望者と社会復帰希望者に支給される一時金で分割支払いとなっていた残額の支給は10月末までに支払うことが決定され、元人民解放軍兵士13922人に対して合計36億2000万ルピーが支払われた。 2011年11月に主要政党間で成立した合意では6500人の戦闘員をネパール国軍に統合することになっていたが最終的に主幹候補71人を含む1442人がネパール国軍に統合されることになった。ネパール国軍統合へ統合されることになったネパール人民解放軍の戦闘員は統合後の階級が決まらないままに 2012年11月25日から、ネパール国軍の施設で9ヶ月間の訓練に入った。戦闘員は、ネパール軍に新たに設置された、ゼネラルディレクターとオブナショナルデベロップメント、フォレストプロテクションカラミティマネージメントに、配属され、前述した合意内容にあるように、戦闘員として、インフラ建設や、森林保護、 災害救助などの分野で働くことになっている。階級の問題については、2013年3月13日に成立した主要政党間の合意で、一人に大佐、二人に中佐のポストが与えられることになった。当初、マオイストは戦闘員全員をネパール国軍に統合すべきと主張していたが、最終的には、 主要政党間の合意をはるかに下回る1442人が統合された。統合の方法が侮辱的であるとして引退を希望した人が多かったこと、学歴や年齢がネパール国軍の基準を満たさなかったために選抜から外された人がいたことがその原因である。2012年4月27日、マオイストは退職した元人民解放軍病を休合して、 ネパール退役人民解放軍病協会を設立した。人民解放軍病で、マオイストの指示により、党青年組織の青年共産主義者連盟に移籍した者が3500人以上に達した。マオイストが元人民解放軍病に移籍を指示した背景には、移籍者の指揮公用のほか、党大会の準備、次期選挙対策などが狙いと言われている。また、 軍統合の進捗とともに人民解放軍無資格者問題が浮上していた。国連ネパールミッションが2010年1月に行った資格検査で年齢基準を満たしていないため平坦基地から退去させられた人民解放軍病が和平皇帝の恩恵から取り残されている球場を訴え自主退職兵に準じた処分を政府に要求して2012年3月4日に 全国各地でストライキを行った。4月19日には、元、無資格人民解放軍病が、マオイストの本部に押しかけ、自主退職兵へと同等の処遇を求めた。その後、政府は、この要求に対して一人当たり20万ルピーを、支払うことにしたが、統一共産党は、この決定に対して、マオイストによる国庫の私物化として、非難、政府の決定は違法かつ、 暫定憲法に違反するとして提訴し、最高裁判所は2012年11月4日に政府に対してこの支払いを差し止めるか理決定を下した。カトマンズジャーナル2009年5月5日、ケガルネ。日記2009年5月5日、ABCDFGHI e グラキヨコ武装勢力から議会政党へ、ネパールにおける。 マオイストの変貌には平プロセスに入り、議会政党となったマオイスト4部辱的な方法で行われた軍の統合と武装解除。地域研究15 93から95、一瞬1349から5038、http コロンスラッシュスラッシュ www.jcas.jp スラッシュ j c a s n a v i スラッシュ jcas スラッシュ15-1-06やかスレビューオグラ、pdf2019 年4月8日閲覧。abcde 水野ま美統一ネパール共産党。 モータクト主義派の政権奪回2011年のネパールアジア同行年報。日本貿易振興機構アジア経済研究所ピアニッシモ501から 504ISBN9 兆7842億5801万 127https コロンスラ<タ>ッシュスラ<タ>ッシュ ir.ide.go.jp スラッシュ アクションイコールページーズビューメインアクティブアクションイコールリポジトリービューメインアイテムディテールアイテム ID イーコール 38385& 38アイテムナンバーワンページ ID イーコール 39& ブロック ID イーコール 158ABCDEF 水野正美憲法制定議会の解散で遠のく新憲法2012年のネパール アジア同行年報日本貿易振興機構アジア経済研究所。ピアニッシモ、499から500。506から507。ISBN 9長7842億5 8八0 1万134。https コロンスラッシュスラッシュ ir.ide.go.jp スラッシュ。 アクションイコールページーズビューメインアクティブ、アクションイコールリポジトリービューメインアイテム、ディテールアイテム、ID イーコール 38358&、アイテムナンバーワンページ、ID イーコール 39& ブロック、ID イーコール158。ありがとうございます。